それではここでこの試合で勝利した JT マーベラス13番西川由紀選手にお話を伺いたいと思います。接戦の末の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。粘って粘って最後は取り切る、そんな試合でしたが、今日の試合を振り返って感想をお願いします。いいところもあったと思うんですけど、中盤から自分たちのミスが多くなって、その相手がやりやすいバレーを展開させてしまったなと思います。最終セットに入る前にチームではどのような言葉をかけて試合に入られましたか？なんか自分たちはまだまだ成長できるチームだと思うんで、まずは楽しんでやろうっていうことを声かけてやっていきました。西川選手のプレーを拝見させていただいて、スパイクもブロックもとても気持ちのこもったプレーで本当に活躍されたと思います。今日のご自身のプレーを振り返って感想をお願いします。決めたいところでまだまだ決めきれてないことが多くあるので、そのトスを任せてもらった時に絶対決めれるスパイカーになりたいと思います。今日の試合を終えて3勝0敗です。後半の試合をどのように戦っていきたいと思っていますか？チームとしてはその中盤からのミスをなくせるように、自分たちの中の精度をもう少し上げて最後まで戦い抜きたいと思います。じゃあそれでは最後に今日応援してくださったファンの皆様に一言お願いいたします。最後まで頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合でもご活躍を期待しております。JT マーベラス13番西川由紀選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。次の試合も頑張ってください。